女君は日頃のほどに値びまさりたまえる心地して、いといとを静まりたまいて、世の中いかなる、世の中いかがあらんと思える景色の心苦しゅう哀れに覚えたまえば、愛なき心のさまざま乱るるや、知るからん、色変わるとあれしも、老と覚えて、常よりことに語らい聞こえたも。で、まあ、二条院に帰られて、そして、紫の上、女君は、日頃のほどに、まあ、大して日数が経っているわけじゃないけれども、しかし、何日か、日が過ぎた間に、ねびまさりたまえる心地して、成長なさってより美しくなられたお気持ちがして、大層しっとりとなさって、そういうところがねびまさった感じのするところですね。大層しとやかなご様子になられて、世の中いかがあらんと思える景色、この世の中は自分と光源氏との間の愛情関係です。私たちの間柄は一体どうなっていくのかしらと思っていらっしゃるその様子が、そばから見ていても辛くなるようなしみじみとした様子でお感じになるからして、源氏の気持ちですね。で、愛なき心のさまざま乱るるが知るからん、自分の手しからぬ心がさまざまに乱れることがはっきりと伝わるのだろう。色変わるとあれしも老と覚えて、あの紫の上からの返し歌の色変わるとあった、つまり風吹けばまずぞ乱るる、色変わる浅地が強い、色変わる浅地というふうに歌ってきた、その源氏の君の気持ちが移ろいやすい変わりやすいことを歌ってきた、色変わると歌ってきた、その心根も可愛く覚われて、可愛く思い出されて、常よりことに語らい聞こえたも、いつもよりも格別細やかに語らい愛をなされた、愛情細やかにお過ごしになったという、